はい、今日は首の痛みについてお伝えしていこうと思います。前回のところでは、自律神経系であったりとか精神的な状態がすごく首の問題とは関わりますよっていうところのお話をしてきましたが、今日は構造的筋肉の部分に対する、ご自身でできるアプローチ、体操のやり方になっていきます。1日30秒ぐらいあれば十分できていきますし、これちゃんとできればもうあなたは治療院とかマッサージ屋さんに行く必要がなくなっちゃいます。それぐらいの、すごい内容になってますので、今日はちょっと気合い入れてお話聞いていただければと思います。まず首の痛みの原因としてはですね、ここでも原因と結果っていうところのお話をしていきたいんですけれども、首の痛みの原因はここの首そのものにあるっていうことは少ないです。別の首にあると思ってください。別の首ですね。あなたが持っている体の中にある別の首っていうのは、まず手首です。手首って言いますよね。そして足首です。もう一つだけあります。乳首です。はい。ふざけてるんじゃないかなと、思われる方多いんですけども、この乳首も、首の痛みに関わってるので、それは後ほど、お伝えしていこうと思います。別にふざけてるわけじゃないんですね。これは構造的に、体の作りとして、昔人間は四足動物っていう形で歩いてたので、まず首でつく部分、手首、足首、そして首っていうところが、まあ、いろんな使い方として同じような形をとっていたっていうことがまず一つと、あとは体の作られ方として、同じようなもので、ちょっとこれ話すと面倒くさいので省きますけれども、体の作られる順番であったりとか作られるタイミングとかがものすごく似ているっていうふうに言われているので、ここの部分をしっかりやってあげる、ご自身で治療してあげると、まず首の問題っていうところが解決していきます。で、手首とか足首に関しては、そもそもですね、引っ張っているものだと思ってください。この服のところでこうやってグッと引っ張っている状態なので、こうやって引っ張っていればですね、引っ張って引っ張られて引っ張られて、ここの部分が痛みを感じてしまうってことは、まあ、想像がつきやすいかなと思います。服とか、そうですね、こういうセーターみたいなのでこうやってグッと引っ張ると糸がほつれちゃうのはこの辺になりますよね。そういったものが体でも起きてしまうっていうところは、認識していただけるといいんじゃないかなと思います。で、今日は手首のお話です。もうこれだけで治っちゃう人めちゃめちゃいるので、この体操はしっかり毎日やってみてください。本当に30秒ぐらいでできますので、これやってみましょう。手首のところですね、手首のところをこうギュッと掴んで、まず手首のところをグッと掴んであげて、割と強めでいいです。割と強めにギュッと掴んであげて、ここをぐる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 です。ぐる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 、ちょっと痛いぐらいで全然大丈夫です。結構痛いぐらいでいいです。私はここの親指とここの中指のここの筋のところをギュッて掴んであげて、これでぐるぐるします。ちょっと深呼吸しながらだと痛みに耐えられます。結構痛いです。これふーっと吐きながらぐるぐる5回、1、2、3、4、5ってやってあげたら、次の場所、1本ずらして、1、2、3、4、5です。はい、次また1個ずらして、1、2、3、4、5。はい、最後1個ずらして、1、2、3、4、5。これだけです。6箇所かける5秒、5ぐるぐるなので、およそ30秒ぐらいかなと思います。もう一回いきますね。今度逆の手、親指のここと中指のここ、どこでもいいです。別にどこでもいいので掴んであげて、まず一番上から掴んで手首をぐるぐる、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、もう一回1、2、3、4、5、はい、最後です。1、2、3、4、5、これで6回やりましたよね、多分ね。はい、これやってあげるだけでここの手首の状態が変わっていきます。ここにひっついている引っ張っちゃってる筋肉を、ほぐすこと、柔らかくすることができていきますので、これができてくるとこの首の動き、こういう動きが
まず改善していきますので、ぜひこれ試してみてください。これめちゃめちゃ変わっていきますし、もう整体院とか治療院って行かなくてよくなっちゃいます。はい、商売僕は上がったりですけれども、はい、全然それでいいと思ってます。こんな治療院とか早く潰れたらいいと僕は思ってます。全部、こんなところにですね、こんなところって自分のところ言うのはあれですけど、お金とか時間使っていくぐらいならちゃんと自分で予防をして、ちゃんと予防することによって無駄な時間であったり無駄なお金っていうところを、もっと違う、あなたが好きな大切な人とかに使ってあげるといいと思いますので、これでまず予防、そして治療ってことも全部やっちゃってください。毎日やると絶対柔らかくなっていきますし、ここの痛み、ここを抑えているとこの痛み結構あると思います最初は。ただこれもどんどん良くなっていって、これが良くなることで首の痛みも良くなりますので、毎日30秒ずつで構いませんから、これやってみていただければと思います。はい、こんなこと、今日は手首のお話でした。次回は足首のところのお話もしていこうと思いますので、そちらも見逃しないようにしていただければと思います。ご質問あれば、ご質問ください。本日は動画をご覧いただきありがとうございました。